監督によってチャンバラの仕方も随分違います、うん、だ従来あるのは踊りを踊るように人を切っていくっていうのが日本の伝統的なチャンバラだったですね、はい、そして黒沢監督はよりリアルに、リアルに、はいはいはい、ですから、はい、椿三十郎の時に最後三船さんと僕がやってて、この二人の決闘はシナリオでは書けないという、ね、台本に書いてある。本番の島で私は三船さんがどう出るかわからない、三船さんも私がどう出るかわかんないで撮影の日が始まりました。へ、それで、うん、あここにこう、うん、どうせ私が切られるの分かってましたから、うん、こう線がこうあってそこから、うん、あ血が出んだろうなとこう切られると、うん、そしたらですね、よーいスタート、あの前がね約、うん、30秒ぐらいの間がにらみ合いがあるの、はい、でスタートと言われた時に僕は上向いてあげる、向こうはこっちへ抜いてこう入る、それが一瞬、彼のが早かったですね、一瞬のうちに目の前が真っ赤になって血がダレーッと、じゃあ本当に見てる人たちは本当に切ったんじゃないかと思ってびっくりしたらしいですけど、一発でお化粧になりました。